日本人で唯一馬場猪木から3カウントを奪った男、天竜源一郎。今から18年前、天竜の傍らにはいつも付き人の小川がいた。ところが90年、天竜が新団体 SWS へ移籍。この時小川は全日本に残り、天竜との別れを選んだ。それから15年、今年天竜がノアのマットへ参戦した。小川との運命の再会は6月札幌のリング。しかし試合は終わり、さらに仙台大会でも大乱闘を繰り広げた。あんな出来上がるやつがスケベだなって覚えないよ。お前腹立たしい限りだよ。天竜源一郎の引退試合っていうのはなんかどうかなと思って。もうね、十分でしょう。因縁の指定対決、小川義成 VS 天竜源一郎。ジャンボ鶴田とのタッグ、鶴竜コンビで一時代を築き、アシュラハラとの有言法で天竜同盟を結成。ハンセン、ブロディ、ロードウォリアーズ、そして怪物ジャンボ鶴田との対決。時代を作り、歴史を作り、伝説を作り上げた男、天竜源一郎。昭和から平成、55歳となった天竜が新しく求めた戦いの場は、このプロレスリングの輪、緑のマットでした。元付き人、小川義成。元付き人を務めた当時17歳の小川は、GHC シングル、タッグ、そのベルトを巻き、名実ともにノアのトップ選手、38歳のベテラン選手となっていました。今マグナム東京と握手を交わしました。再び相まみえることになった両者、時は流れ15年の歳月を経て、ついに初対決の時を迎えました。あんな出来の悪い付き人を持った覚えはない、咀嚼なやつ、俺が再びしつけてやろう。火のついた天竜、ノアのドーム大会初見山です。この試合を天竜選手の引退試合にしましょう。そう語る小川の目は輝いていました。昭和58年、17歳で全日本プロレスに入門。当時の規定180センチギリギリ、かろうじて合格したという小川。入門してからの5年間、天竜の付き人を務め、青春の全てを天竜に捧げ、プロレスの全てを学びました。怪我の多かった若手時代、そして天竜はトップレスラー、同じ天竜同盟であっても同じマットになかなか立てない立場の違いがあまりにも大きすぎました。天竜が90年に SWS へ移籍し、師弟関係は終止符を打ちました。あれから15年、同じ目線の高さで天竜を見つめる小川の姿がありました。札幌シリーズで激しい前哨戦がありました。初めてこのマットで敵対するコーナーに立った6月シリーズ、そして運命のこの東京ドーム、初のシングル対決を迎えます。シングルマッチ、時間制限一本勝負を行います。裏コーナー270回分、天竜源一郎。付き人のしつけは師匠の責任、天竜源一郎。裏コーナー220ポンド、小川義成。天竜選手の引退試合にしましょう。小川義成です。二人の間にもう何の障害もありません。ノアマットで実現したこのシングルの初対決。入場してからそのリング上、非常に落ち着いた表情、天竜。そしてこちらも非常にクール、しかし今日はどっかしら気合のみなぎっている小川というでしょうか。先に手を差し伸べた天竜、それに応じることはありませんでした。小川、元指定対決、シングル初対決。昭和から平成、時代を超えた運命のゴングを聞きました。ゆっくりと両の手を上げまして、ゆっくりと前に進んでいった天竜、今組み合いました。ここはクリーンに離れています。放送の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、東京ドーム大会のテーマが運命、はい、
この2人のまさしく運命と言えますね。そうですね、まあ、小川選手が入った時からやっぱりこのずっとこの2人の関係はね、始まって、まあ、現在に至るということですけど、はい、その間空白の期間がお互いにどういう風な変化を得てるかという、これが見ものですよね。今小川が握手を求めてそれに応じた天竜でしたが、水平を胸に正面から受けている小川、このリングに上がった当初天竜の表情が非常に落ち着いて見えたんですが、そうですね、やっぱり、先輩としてやっぱり指定コンビという感じになりますよね、はい、もちろん死になる人間が余裕を感じるっていうのは当然ですよね、まあやっぱり精神的に絶対自分は勝ってるんだという気持ちがありますんでね、ただその何年間かの空白の間に、はい、その気持ちがどういう風にお互いに変化してるかね、まあ、特に小川選手の方はもう間違いなくその間にチームのタッグとかね、いろいろその経験を積んでますんで、はい、まあそこら辺のところはやっぱりだいぶ違うんじゃないですかね。なるほどね、まあ、6月ツアーでは札幌大会で、まあ、タッグ戦ながら初対決がありました。そして6月7日仙台大会、とにかくこの6月の札幌シリーズ非常に激しい戦いになりました。まあ、机や椅子が飛び交うというものすごい壮絶な展開になりました。まあ、その試合で天竜も尺に触るんだと、あんな出来の悪いやつが付き人だったという覚えはないというふうに振り返ったその試合です。まあ、俺がいなかった15年間甘やかしすぎだというコメントも残した天竜です。一方の小川はその天竜に対して、そろそろ天竜さん引退試合にしてあげましょう、そこまで言ってるんですよね。小川選手らしいコメントですよね、まあ、とにかくその札幌シリーズは何かしら自分からやっていこうと思っていたというこの小川です。ただその札幌の 2連戦というのは、2回の試合というのは自分の普段のスタイルではないと、まあ、机椅子などを使ってとにかく何かしらアクションを起こしたかった、ただこの東京ドームでは今までのスタイルで行こうと思っていますというふうに言っていたこの小川です。これは机椅子と並んでこの間も何か攻撃に使うのかと思ったら、余裕を持ってそれを登っていったという小川です。はい、さあ天竜を青コーナーサイドに捉えようという小川です。小川は昭和58年17歳で全日本プロレスに入門しました。さあ天竜の付き人を務めまして、天竜同盟入りを果たした小川、5年間の付き人を務めた後、まあ、95年世界ジュニアヘビー級王座を獲得。その時に大きな体格もなくて、まあ、経歴もない素質もない人間がよくここまでなれると思うんです、自らその勝利者インタビューで語っていたこの小川です。さあ今度は天竜のバンカー、串刺しにしといて逆水平でチョップ、この天竜が力で真正面から来ようというところ、それをうまくかわしていく、この辺りですかね。そうですね、小川の持ち味ということになります。逆水平かわす、そしてディディティ、天竜にディディティ、そしておっと天竜が WL スペシャルだ、天竜が天竜が待った天竜に対してデンジャラスドライバー天竜ディディティ、さらに WL スペシャル、天竜待った、この辺もどうですか、相手の技を天竜にどんどん仕掛けていく、本当この辺が小川選手らしいね、やっぱり相手の心理をうまくつく、相手が嫌になるような感じの試合運びですよね。そうでしょうね、まあ、昔のその付き人時代を考えれば、過去を考えれば今回の対決は運命と言えるかもしれない。ただ自分はよその選手を褒めたりリスペクトしたりしないので、天竜さんとは組むよりも試合をした方がいい、そしてシングルをしたいと言っていた、その実現したシングル対決ですが、さあ本拠元 WAR スペシャル、グイッグイッとこの肩、そして首を当たりをぐっと締め付けていく、なんとか小川もサードロープエスケープしていこうというところ、逃れていきました。しかしそれを引き落としていく天竜、まあ、天竜は1950年2月2日生まれの55歳、桃田さんが56歳ですから、
まあ、1歳天竜が年下ということになるんですが、桃田さんも最年長タッグ王座挑戦記録というものを持っていますけれども、はい、桃田さんから見たこの天竜55歳どう見えますか。はい、いや元気ですよね。やっぱりあの昔からね、練習もものすごい好きだったんで、やっぱり自分の体の維持っていうのはきっちりやってますよね。そうですか。はい、時は流れて昭和から平成、ついに交わることもなかったと思われていたこの元指定コンビ、指定対決、これがこの東京ドームで実現しました。大相撲で前頭筆頭まで上がりながら角界と決別し、この26歳で全日本プロレスに入門した天竜、あのジャイアント馬場さん、ジャンボ鶴田さんに続く第3の男としてこの全日本のマットに上がっていましたが、長州率いるジャパンプロレスとの構想の中で激しい対抗意識、長州にぶつけていった、そんな時代もありました。さあ小川が今度は天竜を引きずり出してきた、引きずり下ろしてきた、柵のさらに外、ここまでの展開、桃田さんどうでしょう。はい、小川がいやいやペース握っていますか。あ、そして机だ、机だ、札幌シリーズの二の舞となるのか。さあ机を持ってきたぞ。あの時は自分のスタイルではなかった、このドームでは自分のスタイルで行こうと思うんですと言っていたんですが、内なるその闘志がこのラフプレーに走ってしまうのか。しかし返していった、天竜が返していきました。元付き人へのきついお仕置きのまず挨拶が抜けと言いますか、叩き込んでいきました。なんて言うんでしょう、桃田さん、この天竜が何か一つ一つこの小川の体に刻み込むように、何かメッセージを込めるように、いやそんな感じにも見えますよね。だけど要するにその流れの中ではね、小川選手がやっぱり恩返しじゃないですけど、そうですね、要するにきつい一発を送ってますよね。ラリアットだ。付き人時代はお世話になるばかりだった、何も返すことができなかった、まあ、恩返しではないけれどもしっかりとした形でお礼がしたい、そのように語っていた小川です。まあ、そのしっかりとした形というのがこの東京ドームで天竜選手の引退試合にしてあげましょう、そういうコメントがその後出てきました小川です。まあ、この天竜も全日本で、まあ、長州が離脱後全日本プロレスを活性化させるためにアシュラハラと天竜同盟を結成、まあ、妥協ないシビアなファイトを展開し、まさしくその天竜革命が支持されました。返していった小川、足を取らせておいたの円髄、怪物ジャンボ鶴田との鶴竜対決、ハンセン、ブロディ、ロードウォリアーズとの名勝負もありました。そしてなんといってもジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、両巨頭からピンフォール勝ちしたことのある唯一の日本人ですが、あ、そして顔面にキック、セットキック、このあたりも桃田さん電流を意識してますね。そうですね、バックリバッター、バックドロップホールド、相手のよくやる技、そして相手の得意とする技をあえて天竜に打ち込んでいく、そして自分が得意とするそのバックドロップ、まずホールに行きました。小川のチョップ、グーパンチ、そしてラリアット、左のカイナカバーに行く、小川も返します。ロープに振っておいてラリアット、いい感じで入ってますね。まあ、全日本で付き人時代というのはもちろんトップレスラーの天竜、一方は付き人、まだ若手、そして非常に故障が多かったというこの小川です。さあそれも合わせた、53歳垂直落下で落としていきました。53歳をこの時間帯に出した、返しました。ブレインバスター、体格時間が非常に短く、すぐさま真っ逆さまに落としていく53歳、いい角度で落としてますよね。現在55歳の天竜、53歳の時にこの技を編み出しました。ラリアット、どうだ、あっ決まった、53歳の後のラリアット、まさしく人類最強の55
ください、俺が天竜というそのメッセージを元付き人のこの小川の体にしっかりと刻み込みました。天竜です。この試合あの53歳を出した後この小川の動きがピタッと止まりましたね。そうですね、まあ、この最初この最初のペースとしては小川がまあ握っていたと見ていいんですか。いやそうですね、完全にあの中盤前半から中盤にかけてはね、小川選手が相手のペースを乱してあの小川選手のペースでずっと行けたと思うんですよね、あそして小川の元に行きました天竜です。17歳でこの全日本プロレスに入門して5年間付き人を務めました。90年に SWS に